記録を読み返すと、あれは19世紀の終わり、厳しい冬のことだった。事件は霧深い深夜のロンドンの街路をひた走る乗り合い馬車の中で起こった。馬車には被害者と容疑者の両名のみ、複数の人間がその事件を目撃した。一体誰が想像しただろうか、この単純極まりない事件があのような恐ろしい結末を迎えることになろうとは。我が友シャーロック・ホームズはあの事件を振り返ってこう言った。思えばあの事件こそは序曲だったのかもしれないね。忘れがたきあの日本人留学生と演じた長い協奏曲の始まりだ。すごい。これって本当に駅なのでしょうか。駅にせよ違うにせよ、これほどの建造物は見たことがございませんね。蒸気機関車があんなにたくさん。何なんだこの国は。これが大英帝国のデータ。どう？あんたたち。はい。乗りなよ。どこへだって連れて行ってやるぜ。それでは官庁街の高等法院へお願いします。いいとも。あんたたち、最近流行りの留学生ってやつかい？ええ。そうかい。それなら楽しんでいってくれよな。ようこそ世界の中心、大英帝国の帝都ロンドンへ。
Thank you.
Thank you.